ぽいちゃん、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 120g だよ。120だって、かわいい。何怒ったの。そりゃさ、ビクタスで注射で注文行ってる。あ、多分荷物来てたんで来てると思います。多分3つぐらい、あと2つしかない。多分来てるはず。エイプリルフールがあります。あ、本当ですね。わ、とにかくご飯食べなかった。食べたね。謎の意思。なんで怒ってんの。お、出てきた。帰りまでにやりたいな。かわいい声。模様がかわいい。集中しろって言ってたよ。だってこいちゃん、何もしなくてもお利口だから。模様見ちゃった。あ、そんで和田元さん、あのスピードのペレットだったの。あ、今もう院長が分かるところに。ちょっと一瞬開けますね、口。2秒ぐらい開けて食べる。なんなんなん、なんで怒るのって。かわいいな。喋ってんのかな。おしゃべり。食べてましたよ。あの夜から朝にかけてのやつは。あ、昨日の夜から朝はね。あ、いや朝から入ってるな。朝から入るのはまだ見てないです。面会中食べた。あ、面会中なんか食べたって言ってました。10粒食べたって言ってました。お母さんってから。けど体重減っちゃうからね。ゆうべから来たんだけど、AT 缶食べてるの？もしかして。いい。エンディア食べてないですか？カリカリは食べてない。カリカリは食べるけど。ゆうべは10だ。あれ？もう終わった？もう終わったよ。でも、カレちゃんはそう。はい。AT は食べさせないと。感覚でしょ。みんなそう。なんか自分行って。なんでそんなに嫌だって言うの。それは食べるものではちょっと違うから、そのペロペロしに来れちゃう。毛ブラシを言う誰が出てくるの。あ、AD は置いてないの。昨日置き忘れました。夜でも食べるかもしれない。一回これ30g。コネちゃんの毛だよ。あの、これは薬を取るとき。コネちゃんそんな抜けない。でも、あとの10時だから。食べるかな。
歯磨き粉出ると思うこれ。ギリギリ。出ますかね。意外と出る。もう無理だ。ラスト。もう限界。はい、こっち見て。じゃあ、この方がいいよ。逆だった。なんかやり心地ないなと思って逆でした。ごめんね。お腹やるとこはなんか怒ってない。お腹だってことなんかやり足りてない感じ。カニ怒らんでよ。カニカニちゃん、ついちゃった。よし、戻るか。あ、抜けんね。ランマルちゃんはめっちゃ抜けたけど、お姉ちゃんはそんな抜けない。あ、見ちゃってるか。はい、わかりました。戻りましょう。